2008年9月28日、ダリル・ユージーン・ストロベリーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の、元プロ野球選手。左投げ左だ。息子の DJ ストロベリーは元 NBA 選手で、現在は、トルコのターキッシュバスケットボールリーグでプレーしている。クレンショー高校時代は、ブラックテッド・ウィリアムスの異名をとり、後にシンシナティレッツ等でプレーするエリック・デービスが、ライバルだった。 1980年の MLB ドラフトで一巡目にニューヨークメッツから指名を受け入団。1982年に A 級で34本塁打、97打点、100死球、45盗塁を記録。1983年5月6日のレッツ戦でメジャーデビュー。前半戦は打率。202.8本塁打と振るわなかったが、後半戦で打率。 294.18本塁打と調子を上げ、シーズン通算で打率。257.26本塁打、74打点を記録し、ルーキー・オブ・ザ・イヤーに選出された。1984年は、オールスターゲームに初めて選出され、先発出場を果たした。シーズンでは26本塁打、97打点を記録した。同年イト・グッテンがメジャーに昇格し、に、 チームの顔となる、1985年は5月に故障で離脱するが、6月に復帰、7月20日のアトランタブレーブス戦で1試合7、打点をマークするなど後半戦は打率、305.21本類が60打点を記録、シーズン通算で打率、277.29本類が79打点の成績だった、1986年は、 オールスターゲーム前日のホームランダービーで、ウォーリー・ジョイナーと同点優勝。27本塁打、93打点を記録して、チームの地区優勝に貢献。ヒューストン・アストロズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、シリーズ記録となる12三振を喫するが、第5戦で、ノーラン・ライアンから本塁打を放つなどに本塁打を記録し、チームも4勝2敗でアストロズを下して、リーグ制覇。 ボストン・レッドソックスとのワールドシリーズでは第7戦で本塁打を放ち17年ぶりのワールドシリーズ優勝を果たした1987年は打率284.39本塁打、104打点36盗塁を記録し30本塁打、30盗塁を達成同年チームメイトのハワード・ジョンソンも36本塁打32盗塁を記録し 史上初の同一シーズン同一チームから複数の達成者が誕生した。またかつてのライバル、デイビスも37本塁打、50盗塁で30から30を達成している。1988年は打率、269.39本塁打、101打点、29盗塁を記録、最多本塁打のタイトルを獲得し、チームの2年ぶりの地区優勝の原動力となる。 ロサンゼルス・ドジャースとのリーグチャンピオンシップシリーズではチーム最多の6打点を記録するが3勝を4敗で敗退しリーグ優勝はならなかった MVP の投票ではカーク・ギブソンに次ぐ2位に入った1989年は不審で打率225.29本類が67打点に終わる1 9九十年は十七本塁が百八打点と復活し MVP の投票で3位に入る。1990年オフにフリーエージェントとなり、11月8日に、故郷のドジャースと5年に225万ドルで契約した。1991年は、チーム最多の28本類が99打点と、まずまずの活躍を見せ、チームも地区優勝を争うが、ブレーブスと1ゲーム差の2位に終わる。オフに、デイビスがトレードで加入し、 チームメイトとなるが、ここから故障等もあって成績が急落。1992年は打率。2 3 7を本塁打に止まり、チームも畜細会に低迷。1993年は打率。1 4 0を本塁打に終わるなど期待を大きく、裏切った。1994年は5月26日に、解雇された。1994年6月19日に、 サンフランシスコジャイアンツと契約するが、打率。239.4本塁打に終わる。1995年2月に、コカイン仕様が発覚して、出場停止処分を受けたため、解雇された。1995年は出場停止処分が明けた6月19日に、ニューヨークヤンキースと契約する。同年は、三本塁打に終わりオフに、FA となる。百九十六年は独立リーグの、 セントポールセインツと契約を結んだが、シーズン途中に退団した。1996年7月4日に、ヤンキースに復帰、メッツ時代のチームメイトで、やはりドラッグで落ちたグッデンと再びチームメイトになる。63試合に出場して11本類が、36打点と復活の兆しを見せ、チームの地区優勝に貢献。ボルチモアオリオールズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、 第4戦で2本塁打を放つなど打率。417.3本塁打の大活躍で、オリオールズを4勝1敗で破り、リーグ優勝の立役者となった。ブレイブスとのワールドシリーズでは振るわなかったが、チームは4勝2敗で15年ぶりの世界一の栄冠を手にした。1997年は故障のため11試合の出場に止まる。1998年は24本塁打。 57打点を記録、7年ぶりに20本類以上をマークして、114勝を挙げて、独走で地区優勝を果たしたチームに貢献したが、10月1日に大腸がんの診断を受け、手術。チームはサンディエゴパドレスを4連勝で下して、ワールドシリーズ優勝を果たすが、出場はならなかった。1999年は4月3日に、フロリダで逮捕され、 出場停止処分を受ける。終盤の9月に復帰を果たし、打率327.3本塁打を記録。ポストシーズンでも打率333と存在感を見せ、チームはワールドシリーズでブレーブスを4連勝で下して、連覇を達成。翌年1月に再びコカインの陽性反応を示したため1年間の出場停止処分を受け、そのまま引退となった。 2006年8月19日にメッツの本拠地シェイスタジアムで試合前に行われた1986年のワールドチャンピオンチームのリユニオンに登場しファンのスタンディングオベーションを受けた10月15日に行われたセントルイスカージナルスとのリーグチャンピオンシップシリーズ第2戦で始球式を行っているんといっても198センチの長身から放たれる 滞空時間の長いホームランが特徴。三振も多かったが、足も早く30から32度達成している。今でもニューヨークでは絶大な人気を誇る。以上が概ね現役引退直後までに起こした問題であるが、この後も同種の事件を繰り返している。ありがとうございます。